ゼロ・モステルはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優である。1915年、ニューヨーク・ブルックリンクに生まれる。ユダヤ系アメリカ人の家庭だった。元々の本名はサミュエル・ジョエル・モステルというものだったが、ナイトクラブで活動する際の芸名でゼロとエージェントに命名された。父親が農場を購入したことで、幼少期にコネチカット州へ移り住むが、 生活は苦しく、その後一家は再びニューヨークへ戻っている。ニューヨークへ戻った後も、一家の生活は、金銭的に苦しいものだったが、そんな生活の中で、モステル自身は、ユーモアのセンスを築き上げていった。学校での成績も優秀で、高校卒業後は、ニューヨーク市立大学シティカレッジへ進学。美術を専攻して1935年に、同カレッジを卒業した。 その後はそれまで培ったコメディセンスを活かし、マンハッタンのナイトクラブなどでコメディアンとしてのキャリアをスタートさせ、徐々に人気を博していった。そのうち露出の幅も広げ、1943年にドゥ・バリー・ワズ・エイ・レディーで映画デビュー。1950年代に入ると、小ビジネスでのキャリアを本格化させ、1967年に出演したメルブルックス監督の プロデューサーズでは、ジーン・ワイルダーと主役を演じ、高い評価を得た。1969年に制作され、1976年に公開されたコメディ映画、サムライ・コップ、音ボケけくんでは、フランキー・サカイ、キシ・ケイコラとも共演している。また舞台における活動も高く評価されており、様々な演目へ出演した。その演技力は、高い評価を受け、1961年に、 ライノセロスへ出演した際には、トニー賞演劇主演団優勝、1965年の屋根の上のバイオリン弾きでは、トニー賞ミュージカル主演団優勝をそれぞれ受賞しており、それ以外では、オビー賞も受賞している。これまで二度の結婚歴があり、1939年に最初の妻クララスバードと結婚したが、1944年に離婚。 二度目の妻キャサリン・ハーキンとは1944年に結婚し、二児の父親にもなり、モステルが死去する1977年まで夫婦生活が続いた。1977年に急激な絶食ダイエットを行ったことが原因で、フィラデルフィアで行われていた舞台稽古の最中に衣装部屋で倒れ、そのまま病院へ搬送された。その後、容態は一時安定したが、 4ヶ月後に大動脈瘤で死去。62歳だった。ちなみに1981年に天文学者のセルテバスによって発見された小惑星はモステルにちなんでゼロと名付けられた。ありがとうございます。